日本鹿児島県鹿児島市、原両原寮は、鹿児島県鹿児島市の町邸。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島近在原寮村、鹿児島郡意識村大和長吉。郵便番号は、原寮1丁目から原寮7丁目までは8900026、原田町は8900025。人口は5468人、世帯数は2578世帯。 原両一町目から原両七町目まで及び原良町があり原両一町目から原両七町目までの区域で住居表示を実施している。鹿児島市の中部、高月川の中流域に位置する。白洲大地を侵食した原両国と高月川右岸の低地からなる。原両国から高月川右岸にかけて住宅が立ち並ぶ。町域の北方には草、田、長吉、 南方には、城西、東方には、新昇院長、西方には、竹岡、明和、時和がそれぞれ接している。町域の南部には、鹿児島市、立原良小学校が所在している。また、江戸時代には、薩摩藩画廊であった、小松精霊の屋敷や、花岡島漬の別荘である、花岡屋敷があった。原良という地名は、角川日本地名大辞典によれば、 大地上に原野があったことに由来している。また、原涼という地名は、南独地名であり、平凡社の日本歴史地名体系の南独地名一覧には、原涼として、東京道出版の南独地名辞典には、原田町として掲載されている。原涼という地名は古くは、室町時代より三重薩摩国鹿児島郡のうちであった。西半氏や、によると、年に、 島津久志豊の居城である清水城を攻略した伊集院雷宮は軍を原領の南西部丘陵の原領類に構えたが、島津久志豊は原領へ軍を進めて、雷宮の軍を打ち、鹿児島を奪還した。江戸時代には、薩摩国鹿児島軍鹿児島近在のうちであり、原領村は鹿児島近在のうちの近名であった。村高は、 天保号町では839国余り、群村高辻町では839国余りであった。1871年に原良村が長吉村に編入された。1920年10月1日に鹿児島郡意識村大技、栄吉の区域が意識村より鹿児島市に編入された。ただし、町としての設置は、 編入から5年後となる1925年8月に行われ、長吉の一部より分割され、鹿児島市の町、原良町として設置された。第二次世界大戦中の1945年8月6日には、原良町付近において、アメリカ軍による空襲が行われた。1955年には、原良町に新設校として、鹿児島市立原両小学校が設置された。 1962年に原領地区では原両第一原領第二地区の都市計画が決定し、原領第一地区は1988年、原領第二地区は1995年にそれぞれ土地区画整理事業に着手した。原領地区では土地区画整理事業の実施に対して根強い反対意見があり、住民は原領地区区画整理事業対策協議会を設立し、 実地測量の阻止を決議するなど、事業の実施は難航した。1969年6月の集中豪雨によって、造成中であった原寮団地の土砂が原寮川に流入したことにより、掛け越しの一帯が土砂で埋没する被害を受けた。1974年に原寮川の改良工事が実施された、改良工事によって、掛け越しから原寮郵便局までにかけての区間が、 安居化された1976年7月5日に、城西地区において、住居表示が実施されることとなった。住居表示の実施に伴い町域の再編が実施され、薬師町、原田町の各一部より、情勢二丁目、原田町の一部より、情勢三丁目が新たに設置された。1979年には、原両団地、長吉団地の区域にあたる小野町、 長吉町、原田町の各一部において、住居表示が実施されることとなった。これに伴い、7月16日に、町域の再編が実施され、原田町、長吉町の各一部より、名和一丁目、小野町、原田町の各一部より、名和二丁目が設置された。2007年2月5日に、原良大二地区において、住居表示が実施されることとなり、原田町及び、 情勢2丁目の一部より、原寮1丁目、原良町の一部より、原良2丁目、原良3丁目が新たに設置され、原良町の一部が、情勢2丁目及び、情勢3丁目にそれぞれ編入された。2011年11月7日には、原良西部地区で住居表示が実施され、原良町の一部より、原良4丁目、原良5丁目、原良6丁目、 原料7丁目が設置された。2015年11月9日には、原良町及び薬師2丁目の各一部が原料4丁目に編入された。鹿児島県の民謡である、鹿児島お原武士は、江戸時代の原料村の合詞の間で歌い継がれたものが広がり、原料に賞を鑑賞して、お原武士と呼ばれるようになったことに由来するという説がある。 現代でも鹿児島市で行われるお原祭りや渋谷、鹿児島お原祭りなどで踊られる。原料2丁目の原料、第2公演には、お腹武士発祥の地の像が設置されている。また、鹿児島お腹武士の歌詞の2番に、原量が登場する。歌詞は、以下の通りである。雨は普段のに、草むた川に濁る意識原吉のお腹葉化粧の水、鹿児島お原武士以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である、鹿児島原料郵便局私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。